懸垂グランプリ軽量級決勝戦、赤ゼッケン40番北山光、青ゼッケン43番杉山太陽。始め！
引き分け、この試合は決勝戦のため、もう一つ延長戦を行います。そして、この後行われていきますのは、必ず、また決勝戦再延長まで戦いました北山選手。